どうも、ジェフヨミです。本日はですね、マリオメーカー2世界のコースやっていきたいんですけども、最初のステージはこちらの透明度感脱出劇ということで、何やら目押しが大事になってくるステージということで、まあ、目押しの達人と呼ばれた俺なら、クリア率 1.24% の超難関でも、まあ、一撃でクリアできるでしょうということで、早速やっていきましょう。さあ、始まりました。透明度感脱出劇。なるほど。まずボムが降ってきて、この隙間を目押しで抜けていけと。なるほど。一見隙間が全然ないように見えるんですが、この目押しの達人と言われた俺がまずは、ふっ、そして、ふっ、こう、そう、こういう感じですね。さあ、サクッといっちゃいましょう。次が、これは結構簡単じゃないか。まあもうこれもう2回目はもうないということで、スッといってからのスッといく感じで、危ない。さあ、抜けていく。おクリボーになっていく。おお、なんかこの剣でクリボーを倒してくれてる感じになってるけど、全然倒してくれてないな。ということでいきまーす。ここレボリューション。次はしっかりと抜けていきます。なんかさっきのシーンだった時にさ、壁じゃん、いるそうじゃない。ここほら、なんか壁の下が今ようわからなかったけど、次これえぐいな。これどうしたらいいの。俺も輪の中に入っていったらいいかな。え、いや、あ、そう、まっすぐ抜けるのか、これは。いけね。うわ、どこや、どこや、ここ危ない、危ない。あー、上まで行ってもうたけど、奇跡的に抜けれた。ということで、はい、ここが、次はこれは簡単ですね。一撃で抜けてみせましょう。ふっ、オッケー、来た。よいしょー、来たー。ということで、扉に入って、あ、これもまだ簡単っすね。全然。目押しの達人の俺からすると、もう一撃でシュッといってからのシュッといって、こういう感じですね。何これ。二択ってこと、ここに来て。目押しでも何でもない。なるほどね。まあ、パチンコ、パチスローもね、目押しじゃなくて最後はね、もう運も絡んでくるということで、まあ、しっかりと当てていきましょうということで、まあ、一人は心細いんで、ちょっと、キノピオさん、右の土管行っていいと思う？右の土管はダメ、死んじゃう。なるほど。キノピオさん、右の土管を信じ合うと、ならば信じて左に行きましょう。なんか不穏な空気が流れていましたが、ふざけるな。おい、キノピオ、右の土管やんけ、お前。いける土管でした。ということで、あ、ゴール。最初のステージもご視聴ありがとうございました。クリア、おめでとうございます、マリオさん。すげー、最後マリオで終わった。続きまして、こちらコースなんですけども、ポケモン3体のうち1体を選んで、相棒としてポケモンマスターを目指す、そういったステージとなっておりまして、今最近ホダクがちょっと忙しくて、今一緒にゲームしてくれないことがちょっとちらほらあるので、まあ新しいパートナーと一緒に挑戦していきたいと思います。ということで、早速やっていきまーしょう。ということで、最近ポケットモンスター SV が流行っておりますが、今回はポケットモンスターマリメ2をプレイしていきたいと思います。ということで、まず、このボム兵がパートナーなのかな。いや、これ届かんな、微妙に。ふっ、あ、違うな。あ、じゃあ、ここ入って、キャラを選んでいけみたいなことかな。あ、なるほど。炎タイプ、草タイプ、水タイプみたいな感じかな。いわゆるさながらも人影、まあ、不思議だね、ゼニガメみたいなところで。で、これ押せば手に入るんかな。じゃあ、俺はやっぱりいつも炎タイプ選ぶから、これで。あれ？どういうの？これ。あれ？ゼニガメはあかん。不思議だね。なるほど。もう強制的に不思議だねってことね。オッケー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 。確かに。もう強制的に不思議だね。で、不思議だねが来て、よいしょ。まあ、機械仕掛けって書いてあったからな。さすがに。これ不思議だねを手に入れて、いきなり不思議だねっていう感じで、敵を倒して仕掛けを作動させると、そういったコースですね。いやー、ほら、ゴールキノコが出てきて、おい、ご主人様にお前牙向くなよ、お前、おい。しっかりとこうやってやって、削って、オッケー、これで突破ですね。で、次が、ここに投げたら、おーい、お前ちょっとお前牙向くな。最初のお前、サトシに選ばれたピカチュウか、お前。じゃあ、鬼すずめイベントがないとちょっと仲良くなれへんのかということで、しっかりとまずここポンって上に上げて、あれ？おーい、すぐそっぽ向くやんけ。ああ、そういうことで歩き出してくれた。積んだかと思った。そっぽ向いたと思った、ピカチュウが。で、
電気ショックっつったのに自分に電気ショックってきたかと思った。ということでここ突破して、なるほどこっちだ。はい、ほんでもう、ピカチュウから、不思議だねからピカチュウに変わっちゃってるんやけど、まあ、こうやって、危ない、落として、押してこい、不思議だね。ということで、これを言ってくれると押してくれると、なるほど、おもろいコースやん。さあ、ここからじゃあちょっと、本領発揮していきたいんですけども、え？やばい！え？どこ行った？おい、不思議だね、お前裏切ったな、この野郎！おー、来てくれた！助かった！お前裏切ったかと思ったけど、信じてたぜー。ということで、あ、なるほど、ここ P が作動しておって、まあ、P が終わって、ほんで、なるほど、ここをこうやって、押せば、上に跳ねて、で、あ、これを押してくれると、こうやって、あー、OK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 、高速スピンで、しっかりと、突破してくれたので、こっちからもしっかりと、ご褒美のポロックを上げていきたいと思います。さあ、ここ、ずっと浮いてるな。空を飛ぶ習得してるやん。改造やと思われるって。ほんで、ピッ、行って、あ、なるほど、これは俺が作動したら上に上がれると。いやー、めっちゃおもろい。いやー、これなんか俺らのさ、チャンネル結構さ、協力ステージがこう、名物になってると思うんやけど、ちょっと最近穂高一緒にやってくれへんから、俺はこれから穂高じゃなくて、この、不思議なねと一緒に協力コースをして、まあ、チャンネルを盛り上げていきたいと思います。ということで、これから僕たちのチャンネルは UFO ゲームズから、U 不思議チャンネルに変わりました。さあ、突破して、P 押して止めると、ここ突破できると。え、これ、あいつ乗ったら操作できるってこと？まさかの不思議だねが、いけブラストバーンだめっちゃ、ブラストバーンつったのに、めっちゃちまっとしたもの出た。キノコやった。てか、完全に解放、俺のパートナーが、え、中間はいいけどお前、うちの不思議だね返してくれよ。ボスかこれ、うわー、降ってきた。しかも、あ、危ない、なんか、あー、ちょ、凶悪やな、これ。これ、ボスか。どうしたらいいの？これ、ロボっぽい、ボス。ふっ！こ捕まって。あー、危ない。上なんかある。矢印ある。これ、タイミングを、見計らって、せーの。はい。押して、はい。敵で、不思議だよね、敵で。さあ、不思議だよね、もうしっかりとシオンタウンのね、ポケモンタワーにしっかりと埋葬していただいて、あ、これが埋葬に必要な宝石を買うための費用ということで、行きたいと思います。さあ、ここで、押して、ファイヤーが出てきて、さあ、不思議だねのブラストバーンの石を受け継いで、これなんて書いてある？リペイア。お！修理できる？修理できるってこと？リペイア修理。復活する。パンを押して、そうすると、壊れて、感動の再会や！不思議だね！よく戻ってきたな、お前！うおぉ！行くぞ、一緒に！さあ、ここで、上を押すと、これを振ってきて、え？これ上投げておいて、あ、危ない！食らった！くそ、お前、たまに牙抜くのやめろ、お前。あ！一緒に行けへんのか、不思議だね。あ、無理や。ってことで、じゃあ次行ったら、あ、よかった、いるわ。不思議だねをまたゲットして、ふっ、乗せると、押してくれて、あ、喋ってる、すげえ！ THX、ありがとう！ということで、こちらこそありがとう！また、お前と冒険できるときを楽しみにしているぜ！ということで、このステージも、ご視聴ありがとうございました！ということで、スーパーマリオワールドの好きな時は、ピース！さあ、声も枯れてきたので、本日最後のコースですね。めちゃくちゃシビアな隙間を抜けていかないとクリアできないコースでして、マリオ実況者の腕の見せ所ということで、一発で、しっかり見極めて、ここは下！そうやな。うん、しっかり、こう一発でクリアしていきます。さあ、次は、こう一回踏んで、ジャンプ、大ジャンプで、よし、入る！オッケー、いけてる。ほんで、ここが、一回上当たって、越えて、踏んで、入る！オッケー、いけてる。だいぶシビアやな、これ。次、これ一回も踏まない。オッケー、見極めてる。オッケー、ほんで次が、これはバネ踏んで、あの隙間に入る。
こういうこと。オッケー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 、いけてるいけてる。いいよ。一発いける一発いけるこれ。で、あれふめあれふめ、オッケーオッケー、めっちゃシミやった今の。めちゃめちゃいい感じ今。で、これはふめ、3回ふめ。よし、ほんで上や、オッケー、いや、これいけんじゃん。ワンチャン一発あるで、ワンチャン一発ある。これは、アルクリボ踏んでこの隙間、いや、めっちゃシミや、危ねー、旗、旗取れた、よかったよかった。オッケー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 。ほんで、ここは、まあ、呼吸足は、で、こう飛んで、ジャンプ、はい、ジャンプ、はい、ジャンプ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 で、ジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、いやー、よけろ、オッケー、なんかそこ、そこ入るんかい。ほんで、全部避けて、全部避けて、全部避けて、ジャンプ、全部避けて、オーケーゴールー。ということで、勘のいい皆様お気づきかもしれませんが、これは半自動コースでした。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。